の食堂の皆様、改めましてこんばんは。昨年12月に行われました衆議院議員選挙におきましては、皆様方の多大なるご支援そしてお力により、柏倉裕二衆議院議員がこの土地から誕生いたしましたこと、心よりお祝い申し上げます。柏倉裕二、43歳でございます。私何歳に見えるかということなんですが、私は実は45歳でございます。で、多くの皆さんはご存知かと思いますが、柏倉裕二衆議院議員とは同じ意思をしております。少し今回柏倉裕二衆議院議員がどのような仕事をしてこられたかについてお話をさせていただきたいと思います。私は栃木県議会議員として多くの問題そして課題に直面をいたしました。特に今回、皆さんもご存知のように、病気になった時、抗インフルエンザウイルス薬、皆さんも飲んだことがあるかと思いますが、タミフルです。タミフルは国の方針で人口の 45% を備蓄しております。しかし7年しかない有効期限、実は栃木県が初めて買ったタミフルは今年の9月で8万3000人分が廃棄処分になってしまうんです。いくらだと思います？皆さん、1億円を超えているんです。今栃木県が持っているタミフルは8億3000万、あと5年だったらみんなクズになってしまう。おかしくないですか？これはおかしいことなんですよ。皆さんの税金で皆さんの命を守る、それは分かります。ただ単に倉庫にしまっといて捨てるなんておかしい。私電話したんです。衆議院議員、おかしくないですか？すぐに動いてくださいました。厚生労働省の方に質問収書、これは質問収書は公式なものでしっかりと文明さんでしたね、はい、議長からしっかりと大臣、総理大臣の名前が書いてある、そちらの文書をしっかりと出して回答をいただいております。また心強い回答をご本人から、ご本人というのは大事ですが、次の衆議院での質問では必ずこの無駄遣いな抗タミフル、あ、すいません、抗インフルエンザウイルス薬のタミフルについて皆さんの目線でしっかりと質問するというお約束もいただいております。今みんなの党は何をすべきか、これは簡単です。税金を上げる前にやるべきことがある。皆さんにしっかりとお約束をして、しっかりと皆さんの目線で何をするか、それから税金を上げるべきだ。そのように代表も多分ここでおっしゃると思うんですが、そのように常々訴えております。必ずしやこの若い力、そして専門性を生かしたこの力がこの地区、そしてこの栃木、そしてこの日本を変えていくと思っております。そのためにもたくさんの同志を得る必要があると私は考えております。今回この柏倉裕二衆議院議員のこのお祝いと、そして来たるべく7月にあります参議院議員選挙に立候補を予定しております栃木選挙区での沖智美、そして全国比例に立候補を予定しております渡辺道太郎、このお二人の若い力をぜひぜひ柏倉裕二代議士の右手、言葉は悪いですが左手となって活躍してくれることと思いますので、皆さん何卒この地区の代表であります柏倉裕二衆議院議員のためにも、沖智美、そして渡辺道太郎、何卒よろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶と返させていただきます。本日は誠におめでとうございます。